おはようございます。木村農園です。今日はエゴマの脱穀種取りの動画です。エゴマは6月頃に畑に植えて育ててきました。で、今日が11月26日なんですが、10月頃にこれがね、緑していたのが黄色く枯れ始めた頃に刈り取って、で屋外で干していました。その辺の動画もあるんで、また見ていただければ嬉しいんですが、屋外で1週間ぐらい干した後、このエゴマの穂からですね、種を取ってしまうんですが、なかなか他の作業と重なって忙しいので、私は1ヶ月ほど外で干した後、ここビニールハウスの中なんですが、ビニールハウスの中にこう保管して、今日みたいに時間がある日にここから種を取るっていう作業をします。で、エゴマの実がこんな風もうカラカラに乾いています。で、ここね、ちょっとこう触るとね、種がポロポロポロっとすぐ落ちてしまいます。今まではこのような棒でこうやってこのように叩いて取っていましたが、ちょっとかなり効率が悪いんで、今回あるポイントがたまったんで、そのポイントで脱穀機っていうやつを購入したんで、その脱穀機で、この種取りの方をやっていきたいなと思います。これが脱穀機っていうやつで、収穫した作物から種を取る機械です。福農産業さんだったかな、そこの足踏み脱穀機アイノーボっていうやつで、昔の農家の家庭には、まあ、お米を作っていたので、それで脱穀機はどの家庭にもあったらしいです。で、まあ、私は新規収納っていうのも22、3年目なんで、新規ではないんですけど、こういう道具機械がないんで購入しました。で、これシンプルな分で、足で踏むと中にあるトゲトゲのドラムが回ります。こんな感じですね。で、このトゲトゲのドラムが回っているので、そこにこのエゴマの方を当てると振動で種が取れるっていう仕組みです。やってみます。こんな感じで穂から種が飛び散っていきます。こんな風にね、振動を与えるだけで種が取れるんで、この脱穀機有効です。今こう叩いてても聞こえますね、パチパチパチ。これでも種が飛んでいきますが、結構あんだけのエゴマを叩くのはね、疲れるんで、今回はこの足踏み脱穀機と先ほどの棒で叩いたりするのと両方でやりながら脱穀していきます。
これが脱穀した後なんですが、ちょっと上の分を取り除くとこんな風に種が溜まっています。この後この上のね、枯れた葉っぱとか枝を取り除いて、でゴミを取ってこのエゴマの種だけにする作業をしていきますが、またそれは違う動画で撮っていきたいなと思います。今日はこの愛農棒を使ってエゴマを脱穀する動画です。まだね、慣れていないんですよね。これ使いこなしたらもっと効率よくいけるかなと思いますが、年々いろいろやり方を変えてやっています。何かいい方法あれば皆さん教えてください。では仕事の合間に、これも仕事か、仕事の合間に仕事をしていきます。